最初のデスゲームは、捕まったら殺される、死の鬼ごっこだ。いや、おかしいでしょえなんで僕だけ着物なんですかんんじゃないんですよ。えいや、こんななんか動く系のデスゲームでなんで僕だけ着物なんですかで、なんか周り見たら、タンクトップとか、 半袖短パンとかなんか動きやすそうな格好ばっかりじゃないですか。いや、着物って動きづらいんですよ。いや、不公平じゃないですか。不公平ではない。今回のメンバーは、寄せとスポーツジムからランダムに公平に選ばしてもらったぞ。いや、不公平ですよ。どことどこ選んでるんですか。チョイスおかしいでしょ。いや、それに、え捕まったら捕まったら殺される。それが、死の 鬼ごっこ。絶対嫌ですよ。いや、これ不,不利ですもんね。嫌ですよ。あの、あと、な、なんでそれで皆さんちょっとやる気なんですかなんかちょっとアップとか始めてますけど。いや、こう、ん、んじゃないんですよ。いやいや。え、聞いてました話。いや、あの、捕まったら殺されるんですよ。ね。え、嫌じゃないですかこんなとこ急にね、連れてこられて。あ、嫌ですよ。そうですよね。いや、なんでハッってなってるんですかいや、嫌ですよね、死ぬの。いやいや、ちょっと反対しましょうね。反対しましょう。みんなで反対しましょう。やーめーろ。 やめろ。デスゲーム反対やめろ。静粛に、静粛に、静粛に。あ、参加者の諸君。わかったわかった。うん。ならば、問題は解決したら。服が揃ったところで、デスゲームのスタートだ。なんで話が通じないんですかねいや、服が揃ったいや、服、服が違うとは言いましたけど。 いや、そもそも服なんか全然揃ってないじゃないですか。一って、どうやって服が揃ったって言うんです。ははは。君のおかげで、参加者みんな、不服になった。